森本薫く君について、岸田邦夫。森本薫く君の作品を読むと、非常に新しい美しさを感じるけれども、さて、その森本君の本当の新しさというものは何であるか、よくわからないという批評があります。森本君の新しさは、今として、つまり、そういう具合に問題にされる性質のものと思います。 今度偶然に森本くんの亡くなった京都から劇作が再刊されることになりましたが、そのことは何かしら劇作の新しい出発点に森本薫が今もなおいるという気がしました。具体的リアリズムの追求は、大正初年に出た作家軍、久保田、菊池、山本、久米というような人たちによって、まず最初の呪しが挙げられ、演劇におけるリアリズムの最初の根が、 そこに貼られたとすれば、それがだんだん育って、今度は昭和10年前後、つまり劇作の運動が実を結んだ時代に、ようやく近代的な意味でのリアリズムが真の完成された形をとってきた。そういう意味で劇作の同人諸君が劇文学の上に築いた地方は決して見逃せないのですが、その中で特に近代的な感覚を持ったリアリズムという点で森本君が一番 目立った存在です西洋では舞台のリアリズムといえば一つの文学上の流派と結びついて発達したものとみられていますが日本では新しいリアリズムを打ち立てることが演劇の近代化の一つであるという特別な意味を持っていると思いますそういう点から言って大正初期の作家軍と昭和10年前後の作家軍を比べてみると面白い現象がすでに目につくのです つまり前者のリアリズムはまだ近代的リアリズムとは言えないものがあるが、後者のそれに至って初めてそれが言えると思うわけです。還元すれば大正初期の戯曲は技術的に古いというよりも、むしろ文化的に近代味が希薄であったということ。最近必要があって両者を読み比べてそれをはっきり感じるのですが、そういう意味で劇作の作家群の中で、 森本君のリアリズムが最も近代的な感覚の領域に足を踏み込んでいます。もう一つの彼の新しさは、彼の作品の中に知性を織り込んだ一種のダンディズムがあることだと思います。これが他の多くの作家よりも何か新しいものを感じさせる大きな理由でしょう。日本でも昔からダンディズムなるものはあったが、近代的なダンディズムは森本君に至るまでちょっと発見できないくらいです。 これはおそらく儀曲とは限らず小説をひっくるめて言えることですともかく森本君はフランスでいうアンファンテリブル恐るべき子供の素質を持っていたのですもし森本君が他の方面へ行ったとしても必ずアンファンテリブルの特色を発揮した一人物だったことでしょう華々し式一族の系列の作品と怒涛女の一生のような作品の違いについて言われますけれども 彼は一応矛盾する二つの素質を持っていたようです。繊細なものと強靭なものとは両立し難いのですが、彼の作品は繊細でありながら一方なかなか強靭なところがあります。後期のものがやはり戯曲としての密度が荒くなっているとは言えるが、それはできるだけ芝居がしやすいようにという意識的な仕事であったからです。それは作品として 文学的にも演劇的にも価値が落ちることはもちろんですが彼の場合後の作品には前の作品にはなかったものがあります多少蘇生だという気はしてもやはり作者にとってまた現在の日本演劇にとってそれは必要なものであったし十分意義を認められていいものだと私は考えます作品の冷たさというものは色々いろいろの原因がそれぞれの作家にあるでしょうが 森本君という人は感情の豊かな人ではなかったようです。むしろ感受性の人だったと思う。彼の作品の魅力は理知的なものと鋭くて柔軟な感受性のあやであって、ほとんどと言って良いほど感情は湧き出していない。冷静というのでは決してありません。イライラしたもの、好奇心というようなものはむしろ非常にある。感受性がいつもピクピク動いている。 いろいろの対象によって、その感受性が動揺していて、いつでも何かの反応を見せているので、冷静とは言えないわけです。普通我々が俗に使っている言葉で言うと、神経質、あるいは神経過敏というものに近いものがあると思うのです。